リュウチャンヒョクは、韓国の囲碁騎士。ソウル出身、韓国棋に所属、九段。王位戦四連覇など国内タイトル多数、世界囲選手権富士通杯など世界棋戦優勝6回。1990年代には、総訓練、女法手、李昌光と並び四強と呼ばれた。攻めの強い気風で、攻撃手のニックネームを持つ。七歳の時に、父から子を教わり。 小学3年生の時に少年国主戦に優勝し3連覇。1979年小学6年で全国アマチュア五選手権で優勝。中学3年で日中間学生大会の代表。1983年最年少でアマチュア国主戦優勝。1984年18歳で世界アマチュア五選手権戦に準優勝。同年、 韓国キー院初段となる、沖岩高校卒業。1987年に兵役。1986年に新王戦優勝。1989年、二段で大王戦で総訓練に挑戦し、三勝一敗で初タイトル。1989年、第一期規制戦リーグ五勝二敗で、六勝一敗の総訓練に次いで2位となり。 総訓練との決勝七番勝負に進むが2から4で敗退。1990年、第2期は、李昇光とのプレーオフを制して挑戦者となり、4段で、総訓練に挑戦し、4勝1敗1次後でダッシュ。そう、序の2強に迫る若手として、李昇光と並んで注目される。1991年に、李昇光を4から3で破り大い戦優勝、以後4連覇。 1993年、世界囲碁選手権富士通杯に優勝して、世界棋戦初優勝、囲碁文化賞最優秀棋士賞受賞。1995年7段。1996年に推薦により9段昇段。その後、王将棋杯、サムスン火災杯、春蘭杯、LG 杯などの世界選手権で優勝する。2010年の21世紀の朝鮮通信史以後で、 新を通わせ、青に参加し、来日、友の浦福前寺で、山田君を、彦根市で、山城博士と対局。2010年サムスン火災杯、2011年 PC カード杯、2012年サムスン火災杯出場。2014年玉子を倍世界囲碁団体選手権に、韓国ワイルドカードチームで出場。韓国囲碁リーグでは2009年に、 ミネミナミ日報チームで優勝。中国高級リーグ戦には2001、02、4年に出場。韓国囲碁騎士ランキングでは2005年9位。韓国金隣無理事として上位選手にのみ賞金を与える賞金制トーナメントの実施を提案し、2009年開始の BG カード杯世界囲碁選手権でこれを実現させた。門下に再ただし、 四強時代突入第2期規制戦挑戦手合第6局1990年12月6日、総訓言規制、龍ちゃん曲白番の龍は、右辺22手目から中央志向で局面を進め、白1から17まで中央黒を脅かしながら白模様を盛り上げて優勢となった。この後黒は左辺に突入して、後争いから黒は左辺を生きて、白は 中央黒を切り取る別れとなり、最後は白が寄せで差をつけて四目半勝ち。四勝一敗一時後で規制位獲得、賞金2700万ウォンを手にした。この二回目のタイトル以後多数のタイトルを獲得し、韓国語界は創女に京時代から李商工を加えた四京時代へ突入した。ゴワールド2010年12月号。ありがとうございます。